皆さんは新型ハリアのナビを使っていますか？それとも他のナビを使っていますか？このように300メートル付近を近づきますと拡大図が表示されるようになります。いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。今回は新型ハリアのナビを実際に使ってみました。使ってみますとナビ画面やメーター内とヘッドアップディスプレイの案内表示が見やすかったです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。今回紹介する車両は新型ハリアーの 2.0 Z グレードガソリン車になります。標準で 12.3 インチワイドタッチディスプレイ JBL プレミアムサウンドシステムが搭載されます。SD ナビゲーションシステムや AM、FM チューナー、そして USB 入力、テレビ、Bluetooth 対応、スマホ連携機能、T コネクトも利用できる多機能ナビとなっています。音声観光案内アプリを紹介します。3km 内に西の湯温泉があります。旅のレストラン西の奥湯ぬ号店に併設される日帰り温泉施設、国道沿いにあるのでドライブの途中に気軽に利用する人が多い。主浴槽は源泉を加温かけ流し使用したヒノキ風呂で、他に冷泉浴槽もある。予約で足湯も利用できる。レストランや売店も隣接するので合わせて利用したい。このようにアップスのアプリを使用してますと、スポット情報が現れますと自動的にこちらのナビに表示して案内をしてくれます。非常にありがたい機能です。の選手を育成した地として有名になった湯の郷温泉にある公営露天風呂、10から15人ほどが入れる岩の露天風呂が2つあり、男女が週替わりで利用する。石鹸やシャンプーなどは使用できないので注意。およそ700メートル先、左方向です。これから高速道路の入り口に入りますが、新型ハリアのナビはきちんと案内してくれますでしょうか。こちらのナビにはおよそ300メートル先、左方向です。このように300メートル付近を近づきます。拡大図が表示されるようになります。これ距離ですね。これ300メートルに対して今おそらくあと次の信号は左方向です。ここは100メートル単位ですね。300、200、100メートル、あと100メートルぐらいことですかね。これちょっとずつ目盛りがこう青いのがこう短くなってきているのが分かります。これで目安の距離が分かるようになってます。こちらの青いのが短くなると同じようにこちらが、これを左に行けばいいことですよね。左方向です。およそ700メートル先、右方向です。今は新型ハリアにナビを設定して案内をしてもらっています。高速道路の入り口の案内してくれますでしょうか。700メートルと案内されました。この辺に立ち寄り湯、湯の郷温泉かつらぎというのがあるそうです。およそ300メートル先、右方向です。このように拡大されます。同じようにやっぱり300メートルの距離が表示されますね。まもなく右方向です。これですね。これを右に行くと高速道路に、右方向です。ではちょっと加速を試してみたいと思います。5キロ以上道なりです。この先有料と書いてますね。あ、ここまではまだ無料の子か。3キロメートル内に岡山ファーマーズマーケットノースミーレッジがあります。岡山県北東部にある交流体験型農業公園、約20ヘクタールもの面積を持つ公園内にはアスレチック施設をはじめ、ウサギの餌やりができるふれあい動物園、芝生広場、レストラン、地元の野菜や焼きたてパンを販売するショップなどが揃う。アイスクリーム作りやパン作りなどの体験学習やいちご狩りやさつまいも掘り。この先中国自動車道です。その先200メートルで料金所です。案内は途中で止まるみたいですね。まあ仕方がないですね。もう少しちょっと聞きたかったですね。
そして料金所です。料金所はやっぱり自分でブレーキを踏む必要があります。料金所です。その先 500m で左方向 ETC 広島方面です。 ETC 専用ラインを通過します。そして加速します。およそ 300m 先左方向広島方面です。およそ 300m 先左方向広島方面です。まもなく左方向広島方面です。お、道と同じように標識が左方向です。ここですね。高速道路走行中はスポットを表示しません。アプリを停止します。やっぱこれ安全の関係でしょうかね。高速道路では表示しませんと出ました。それでは合流します。ちょっと加速します。5キロ以上道なりです。高速道路は、走行中はこのアップスの、案内機能を表示しないということなので、こちらを消しておきます。そして天気予報が今表示されてますね。ちょっとナビはどうしてもこの真ん中のところだけで少しちっちゃいですね。パーキングの距離、 IC の距離、今サービスエリアまであと 1.7 キロ6キロと表示になってます。今はハリアでレーダークルーズコントロールをセットして走行しています。この機能は非常に高速道路での運転が快適にかつ安全に運転ができます。5つの先進機能を搭載した動画を紹介しています。ぜひそちらをご覧ください。ハリアーの Z グレードにはカラーヘッドアップディスプレイが標準搭載されています。必要な情報が HUD に表示されるので非常に便利です。今は中国自動車道を広島方面に向かって走行しています。 Z グレードのナビには 12.3 インチが標準装備されています。ナビ機能が全画面に表示されないのは少し残念ですが、使ってみるとナビとマルチインフォメーションディスプレイ HUD 併用で非常に使いやすいです。新型アリアナビ画面高速道路の分岐はどうなるのでしょうか。見てみましょう。まずピッと音で注意喚起してくれて、そして分岐案内画面が大きく表示されます。高速道路の分岐案内が拡大表示されますと、実際ナビの画面はかなり細くなっています。この時運転者が欲しい情報は分岐情報ですので、これは運転してて非常に分かりやすかったです。露天風呂、西の横綱、湯原温泉、湯原 IC 下車。およそ2キロ先左方向米子方面です。およそ1キロ先左方向米子方面です。そしてチャンネル登録と通知をオンにすることで最新の動画を見逃しません。またチャンネル登録者にはコメントを返すようにしています。よろしくお願いします。わあ、すごい、これ見やすいですね。米子方面に行きなさいと案内してくれています。高速の標識と同じですね。高速の表示、米子道 E73 と表示されてますが、高速道路の標識と同じで分かりやすいです。同じように表示されています。まもなく左方向、多分もう一回看板があると思いますので、どのように案内されるでしょうか。あと 360m 左方向です。 E73 米子道ですね。一緒ですね、こちらの表示がね。これを左にウインカー出していきたいと思います。分岐の2キロ、1キロ手前で注意喚起してくれ、そして分岐が近づくにつれて案内してくれるので、スムーズに分岐を通過することができました。あるそうです。注意したいと思います。こういった案内は非常にありがたいですよね。あ、これですね。左からの合流、確かにあります。このように合流地点を声で案内してくれるのは運転していて非常に助かります。次は高速道路を降りていきます。降りるときはどのように案内されるでしょうか。まず最初に3キロ手前で案内してくれました。もうすぐ降りるので左に寄っておきたいと思います。
今は米子道を鳥取の方面、大山の方面、蒜山の方面に向かって走行しています。およそ2キロ先、左方向、久世インター出口です。今回はこちらで降りるので、どのように案内してくれるのか、見てみたいと思います。このまま米子道を走りますと、蒜山高原や大山などに行くことができます。天気が良かったらこれ本当に綺麗なんでしょうけど、ちょっと残念です。 R400m でこれ結構きついカーブですが、操舵支援してくれてます。あ、ちゃんと出口の標識も出て非常に分かりやすいですね。こんな感じで案内してくれてます。あと 870m の時点でこのグラフが出てきますね。あとどれぐらいかいうのが、青いのがどん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 減ってきてますね。メーター内にも矢印が表示されています。交差点の手前は 300m でした。これが1キロに対して今半分だから 500m ぐらいですかね。3分の1ぐらいか、あと 300m ぐらいですね。久世出口、こちらを左方向に行きなさいと、これ行きます。これ一緒ですね、絵と絵が一緒ですね。じゃあこちらで降りていきたいと思います。この先料金所です。その先 200m で左方向です。合流を注意します。ここの合流は案内はしてくれませんでした。そして ETC 専用のレーンに行きます。間違って一般に行けないようにしたいと思います。さて無事に通過できるでしょうか。1150円です。無事に通過することができました。ということで無事に案内をして高速道路を降りることができました。左方向です。このように交差点では案内をしてくれます。あ、ここは信号がないんだな。これは怖いな。信号ないから左右を確認して、信号があってねぐらいの交差点ですけど信号はありません。左右を確認していきたいと思います。5キロ以上道なりです。ということで高速道路を降りてみましたが、完璧に案内をしてくれて降りることができました。新型ハリエのナビはこのように案内をしてくれてます。高速降りるとこのようにナビの画面は少し大きくなります。ということで今回は新型ハリエを使って高速道路のインターを降りるところまで撮影してみました。ご視聴ありがとうございました。